い、どうもコミです。さて、本日はですね、ホグライダーのね、編成のアタック見ていきたいというふうに思うんですけども、最近ですね、やっぱりホグ単体ではなくってディガーと組み合わせた、まあ、ディガーホグという編成が非常に流行っていて、界隈接巻している、まあ、感があるんですけども、そんな中でもですね、結構ホグライダーだけの編成で綺麗に取っていける、まあ、方法っていうのも、まあ、ちょこちょこ見かけるんですよね。なので、まあ、そのパターンっていうのが、まあ、どんな時なのかっていうところも踏まえながら、最近のですね、有効そうなホグライダー戦術、まあ、3つぐらいパターンを分けて、本日は紹介させていただきたいなというふうに思います。でですね、まず1個目なんですけど、これが一番すごいですね。ちょっとね、ビビったというか、すごいアタックなんで見てほしいんですけども、まあ、編成からしてももうすごい数勢のホグっぽい感じですよね。どんな格好かっていうと、ここを、突撃艦プラスのレイジに乗っけたイエティで一気にこう削っていくんですね、ガスンと。まあ、安いパーが、トルネートトラップがありますけども、ミニイエティたちがこうね、活躍してくれるので、終盤、しっかりギガインフェルノにダメージ与えてこう破壊ができてますね。で、さらにそこからポイズンの呪文の中にネクロマンサー誘導しつつ、これも処理と。確かこれ秘書権だったと思うんですけども、まあ、きっちり援軍処理まで含めてここで全部終わらせて、ギガインフェルノの破壊まで、済ませると。すごいですよね、これね。で、格好的にはですね、まあ、こんなような L 字を作っていくんですね。で、ホグをここからガッとこう流していくんですけども、今回のパターンですね、すでにホグライダーパート始まっていってますね。注目してほしいのは、ここがですね、しっかりと、なんていうのかな、こう、こんな感じですね。ここしっかりここに面ができてますよね。点ではなく面なんですよ。この面ができているっていうのが、まあ、すごい重要なことなんですね。まあ、これを流してこう見ていくと、ホグライダーが適度にこうばらけながら、適度にばらけながらでもしっかりとヒールの輪の中に入るようにこう集合しつつっていう感じで回っていってますよね。完全にばらけはしないんだけども、こう適度にばらける。で、さらにこういうところですよね。追加のホグライダーをこういうところにこう出していって、で、ホグライダーメインのルートがこっちですよね。おっと、メインのホグがこっちからしっかり流れていけるようにルートを作っていってるのがわかります。こうすることによってホグライダーがさっき言ったように適当にばらけて、ここも同じですね。ここに面ができてますよね。こんな感じになってるんですね。適度にこうばらけさせながら、でもヒールの輪の中に入るような、こういう、一方向への、まあ、集合移動っていうのを、実現しているというところですね。なので、どんなにですね、施設が多くても、まあ、見ての通り、こう、綺麗に、僕が最後まで回りきってしまうと、まあ、いう現象に、なっていくわけなんですね。ものすごい数のホグライダーが、生き残ってくれています。恐ろしいですよね。でですね、まあ、今回のこの戦術1個目に関して言えることっていうのは、かなりですね、ここ、L 字のこの部分が広いんですね。広いので、広すぎるので、ここ例えばですね、ホグライダーとかを流したときに、点にまあ比較的なりづらいんですね。面に、要するにフェイスが作りやすいっていうのがあるっていうこと。で、さらにディガーなんかが入ってしまうと、逆にこれ広すぎちゃって、今度広がりすぎるんですよね。広がりすぎちゃうから、そうならないように、ある程度まあ密集が保てるホグライダーっていうのが、まあ、今回のこの攻め方では非常に、効いたというところですね。まあ、なんて言うんですかね、この突撃艦イエティからのホグラッシュって、多分、まあ、試してみてもいいと思うんですけど、そう簡単にやれるような戦術ではないと思います。まあ、個人的には、自分はすぐ使いこなせるとはちょっと思えないですね、私自身は。ただまあ、今回みたいな、タウンホーリー孤立型の陣、ここに、インフェルノが孤立しちゃってる陣っていうのは、まあ、突撃艦ですね。この、まあ、コリスラか。この、EST セットっていうのかな。これをここにこうぶつけていくことによって、しっかりとルートができて、ホグが回ると、まあ、いうね、形が、まあ、作れるっていう、まあ、そういうところを一つ、ご理解いただくということと、まあ、こういうそもそも編成があるんだよと、まあ、いう紹介として、ご覧いただけたら、まあ、いいかなというふうに思います。まあ、より実用的なのはこっちかもしれないですね。秋風さんが取ってくれている、この、配置に対する、クイヒーホグになるんですけども、
まあ、簡単にプラン言うとですね、ここにこう、クイーンを、チャージ、あのクイヒーを入れていくんですね。でホグライダーはこちらからこんな格好で、回していくという感じですね。でですね、このクイヒーパートの仕事っていうのがまあものすごい優秀なんですよ。ものすごい優秀なので、最終的にはクイヒー起こってしまうんですけども、全然ですね、十分すぎる仕事をしてくれたおかげで、後々のホグライダーたちがもう生き生きしてね、走り回れるような格好になってるっていうのがまあこの序盤ですね。まあ、相手の配置の穴を見るっていうのもうまいですね。ここに穴があるんで、ここにイエティを刺してきたっていうところと、あとはまあこのクイヒーパート、しっかりこれイーグルが落とせていますよね。着弾を若干ヒーラーが受けてますけども、まあそれを受け切って、ヒーラーがやられる前に、しっかりイーグルが破壊できていると。で、さらにこのクイヒーがこのギガインフェルまで落としていくっていうところも見どころです。ホグライダーを出していきます。でもここでルートが完全に出来上がっているので、まあホグライダーはこっちから、まあ、こんな風に移動していくという、まあ、ルートが描けますよね。それを見計らってホグライダーを出していくんですが、今回も同じです。ですね、適度にこうばらけるんですね。適度に。まあ、ホグライダーってディガーと違って、スケルトントラップとかヒーローにこう一気に吸い寄せられるっていうところがまあないので、比較的まあばらけやすいっちゃばらけやすいです。ただですね、まあ、これ狙ってこういう風にばらけさせるっていうのは、今回みたいなこの、秋風さんの攻めている配置では、まあ、少し、難しいところはあったと思うんですけども、まあ、さっき言ったように、この序盤の、ここですよね、ここ。ここ入っていった、クイーンチャージ。ここのパートがものすごい素晴らしいんですよね。なので、ホグライダーがもう生き生きしてですね、最終盤までこう、走り切ることができたと、まあ、いうね、格好になってます。まあ、あと回収に、まあ、47秒ぐらいかかりますけども、まあまあ、それだけの逆に言うと、時間的な余裕を残しての展開になったっていう意味では、うん、やっぱりすごい、序盤のクイヒパート優秀だったんだろうなっていうふうに思いますね。はい。さて、ではですね、一番最後に見てもらいたいのは、ちょっとですね、今度星2のアタックではあるんですけども、あなたさんがね、攻めてくれたアタックです。今、ちなみにこのあなたさん、私大注目でして、19年のね、12月にやった私のイベント、コミーの村をぶっ壊すイベントの圧倒的優勝。で、かつ、その年末かな、年始かにあった、ジョーカーさんの、ね、新しい戦術作りたいでも、準優勝かな。というね、まあ、準優勝と言ってもいいだろうとは勝手に私が思ってるんですけど、ものすごいですね、イベントに強い方で、これから注目のプレイヤーになっていかれるんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的にすごい期待しているところです。さて、ご紹介ちょっと長くなりましたけども、まずはこれイエティでカットをしながらどんなプランになっているかっていうと、ここですね、アーチャークイーンをこっちにこう歩かせていくっていう感じですね。これも当然ながらクイーンチャージの形を取っていきます。で、ここはバーバリアンキングでカットするんですね。でですね、注目してもらいたいのは、このディガーの使い方ですね、こいつをどうするかっていうところなんですけども、ここに当てるんですね。当てていって、ギガテスラを起動してから一気にホグを面出しする。まあ、このですね、発想っていうのが、ものすごい、私は、ああ、なるほどというふうにね、思って痺れたポイントだったんで、まあ、ぜひそこを見てもらいたいというふうに思います。ホグライダーってですね、破壊率が、51% にならないと、このギガインフェルノは起動しないですよね。なので、ギガインフェルノをスルーしちゃうんですけども、そうさせないようにしっかりと、ディガーで、ギガインフェルノに一発こうね、カツを入れて、起動させて、で、そこからホグライダーを流し込んでいくと。まあ、いうね、この、組み合わせの使い方というか、まあ、これが本当に良かったですね。ちょっとここですね、序盤、援軍処理でレイジを使っちゃったことに加えて、さらに、これ、クロークレイジーで重なっちゃったこともあって、結構ですね、クイーンの、その、まあ、クイヒーパートがだいぶ苦戦しちゃってます。ただ、ここですよね、ディガーがしっかりとこれ、穴を掘りながら、ギガインフェルノにアプローチしてからのホグライダー。で、すいません、中央ですね、アーチャークイーンがある程度くり抜いてくれて、これ、いけるかなと思ったんですけども、まぁ、ちょっと、まあ、厳しかったですね。最後、呪文が足んなくなっちゃって、ホグがイーグルホー付近で落っこっちゃうんですけど、でもまあ、
こういうとこですよね。こううまいですよね。しっかりとメインのホグパートはこっちにいるんですけど、こっちからサブのホグを出していくんですね。そうすることによってここをカットしてメインのホグがこのままこっちに行く、こっち側に反れないような格好を作っているっていうのが、まあ、ものすごいですね。やっぱり、まあ、あなたさんのテクニックの高さをまあこう思い伺わせるところですね。ただまあここまでやって、まあ、取れなかったっていうことはちょっとやっぱり、まあ、序盤のクイヒーのロストが仕事量的にちょっと少なくて痛かったのかなと思いますね。ここで結構ホグライダーがいっぱいいるのでなんとかなったかなというふうにも思ったんですが、やっぱりこのマルチ IT ですね、こいつにだいぶ焼かれて最後、まあ、チリ品になってしまったという格好でした。まあちょっとクイヒーパートが惜しかったですね。あのイーグル砲の着弾もまあ、ヒーラーにやっぱ入ってしまったっていうのが、まあ一番なのかもしれませんが、って感じです。すごいね、いいプランだったんで、クイヒーパートがもう少しね、効率的にこう伸びていったら、おそらくもう残り施設こんだけですから、ホグライダーにとってはまあまあ、まあそれなりにね、ここは破壊できるような、ゾーンだと思いますし、本来ここもきっと、クイーンで、壊していきたかったんだろうなというふうに思うんですよね。それが残っちゃったっていうところからしても、やっぱり、まあ、あなたさんのプラン通りには最後いかなかったかなと思います。ただ、まあ、まあ、今回ね、一番見てほしかったのは、これですね。これ。ディガーで、ギガインフィを起動させてからの、ホグライダーの流し込み。まあ、この部分っていうのがね、やっぱり、こういうホグライダーを中心とした戦術使う方には、まあ、非常に参考になると思ったんで、最後、紹介させていただきました。はい。というところでですね、本日、北特集、終わりにしたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。